皆さんこんにちは。新型イエスのチーフエンジニア青木です。新型イエスを皆さんにご紹介できることを光栄に思います。さてイエスといえば、1989年のレクサスブランド創業からこれまでに80以上の国と地域で販売台数約265万台を超え、たくさんのお客様に支えながら成長しているモデルです。2018年には現代の7代目を皆様の市場に送り出しましたが、上質な快適性とダイナミックなパフォーマンスで好評を博し、2020年にはレクサス販売台数の4分の1を占め、まさにレクサスの基幹モデルとしての進化を続けております。そして今回の新しいイエスはまた皆様の期待に応え、それを超えていくべく開発を進めてまいりました。まずデザインです。外形はよりシャープな印象が際立つヘッドランプ、よりモダンさを狙ったグリルメッシュ、スポーティーなホイールデザインと一新。また室内はタッチディスプレイを採用し、操作性を大幅に向上しています。次に走りについてご説明しましょう。この1445ミリのルーフ高さに収まるドアを開けて乗り込みます。ジャケットを着たままでも気楽に快適な運転姿勢を提供できるのも ES の工夫です。今発進しましたが、このスーッと走り出す感覚、ドライバーの意のままのハンドル操作に対する車の動き、このスッと止まることにもブレーキの抜く時の操作性をこだわって開発をしました。こういったところでも ES の良さを分かっていただけると思います。また加速しながらのレーンチェンジといったシーンでもストレスなく加速することと、レーンチェンジするときにハンドルを切って戻すといったドライバーの操作に自然な動きをして安心なドライブをすることができると思います。このような荒れた路面を走行するときでも路面の入力を速やかに吸収し、圧倒的な静粛性を持った室内空間で乗り心地の良さを感じていただけると思います。またこういったうねった路面でもバネ上の動きの良さ、収まりの良さを体感できると思います。このように静粛で乗り心地の良い室内空間の提供と、ドライバーの意図にストレスなく自然な感覚で操作できることを意識したレクサス車作りの味付けを心がけました。いかがでしたか？仕立ての良いシャツに袖を通した時など、日常の中でときめきを感じることがありますよね。この新型イエスのさらに磨きのかかった上質さを通じて、そんなときめきを感じてほしいと思います。よりイエスらしく上質さとエレガントさをモダンに進化させた新型イエスをぜひ見て乗って感じてください。